かのせいにしたいから、選手っていうのは、月齢出てるアマチュアでもみんなでしょ。何かしらのせいにしたい。天候が、一緒に回ったやつが。一回目、よそ向けてるわけよ。こうしてに、こう。はいはいはい。はい。OK です。OK です、OK です。バカ。手の動く量と、ヘッドの動く量ほぼ一緒や。っていうのを考えて振らないと、肩の動いてる量、手の動いてる量というか、ヘッドで言うと、こんなことある。強くならなります。強いの嫌やな、はい。どうする？翔太郎くんです。翔太郎です。浦です。カテゴリーです。よろしくお願いします。ビデオ使いました。ご苦労さんでした。ありがとうございました。これはもう事実として認めないですけど、はい、どうしようもないですけども、何が悪かったですか？バッティングですね。はい、ダウンスイング、右手が動きませんと。じゃあもうパターするのやめたのかって、ポールアウトできてないやんじゃん。で、全く動けへんねんから、うん、いや、なんか、ブルンってなります。なんか、わからんことやから、いや、もう意味がわからんすぎる。で、私、結構しっかり怒りました、今回。はい。右手が動かんかったら、じゃあお前は、A スコアで回れてんのか。いや、5回ぐらい、短い感じしてる。5打ぐらい変わりました。最高のゴルフしてんだと。いや、結構良かったです。あ、そう。で、君は思う通りのゴルフができたら、予選勝ったらギリギリのゴルフしかできないんやねって話ですね。だから、電話先で、あって言い出してる。いや、あじゃないよ。それは甘いんちゃう。なんかのせいにしたいから、選手っていうのは、月齢出てるアマチュアでもみんなでしょ。何かしらのせいにしたい。天候が、一緒に回ったやつが、腰が、肩が、とか。わかる、わかる、すっごいわかる、はい。俺も散々言ってきた。学生時代に。雨降ってたから。お前の上だけ降ってたから。もう俺の上だけ強かった気がする。みんな言うね、みんな言うね、言わんかったやつなんかおらんねん。みんな何かしらあれがどうだこうだって言うけど、翔太郎の本官に関しては右手が動かなかったっていう幽霊かなんかにこう取り憑かれてるみたいな感じのせいにしてるから、もう原因解明を背けてるわけよ。でさっきストローク見てんよ。普通にストロークある。手の動く量とヘッドの動く量ほぼ一緒や。翔太郎もこうやって上がってるから、こうやってピンカラさんですよ。分からへんな。意味分からんこと聞いてきたから今緊急でカメラ回してるんですけど、手を視点にこう、はいはいはい、OK です。 OK です、 OK です。バカ。ここで持ってるか、またこうやって持ってくってんのかって話を。ここを視点にするんやったらやで、こうやん、はい、ほらもう上いらんくない。そう、これでよくない。肩は動いてない。胸は動いてない。動いてます。動いてるよね、はい、そんなちいちゃい円でストロークするようにパターン作られてないね。どこを視点にするかっていうのを考えて振らないと、パターのストロークっていうのはうまくなれたかね。さっきみんなでパター選手と遊んだよ。はい。ミー君同じ位置からあっちこっち外れ持ってたよ。そう。で微調整全然できへんかったよ。初心者やからちゃうで。あの子ラウンドした時パターそんな下手ちゃうから。そうですよね。そうやろ。わりかし一発いけって言われたらパーン当ててんね。ただ同じ場所からずっと打ち続けろって言われたら、打てば打ったほどどんどんずれてくるんでね。はい。その原因っていうのもちゃんとあんねん。うん。でも、この回る方向っていうのがあって、はい、ミークこうや。横向き。横向き。はい、パター下にあるのに、横向きや。はい。それはバラバラになる。翔太郎は、こう。縦なんですか？こう。こう。縦なんですか？こう。ヘッドの動く量に対して、グリップも一緒に動かなかった。はい、じゃあ何を基準として動くかや。
このクラブ動かすときにさ、はい、何で動かすの？手で。手？はい、手ってどこについてる？肩。そう、肩で動かす、はい。よくさ、肩でストロークせえとか、はい、背中で振れとかなんかよくわからなくて思って、背中で振れとか、いつも、そこまで受けるって。別にいいけど、よくこういうのやろ？ありますね。これで、ビーク。はい。何メーターぐらいの肩で？4メーターぐらいですか。おお、どれぐらいだ？ちょうど。4メーター、5メーターぐらい、うん、でも肌から見たらさ、こんだけしか動いてないからさ、はい、めちゃくちゃちっちゃいストロークに見える。うん、ここってここや、10メートル、このそう、これでクラブを持ってこうやな、まっすぐで肩に対してはここに向けて、こんだけ動く。うん、4メーターってさ、こんなもんじゃない、はい、肩の動く量で肩もや、うん、肩もや、ここで見たらすごい動いてるけど、ここで見たらほんまにちょっとやろ、そう、ちょっとにせえってことじゃないの、うん、動かす量を考えろってことだよ。肩を中心に動きます。え、じゃあ肩をどう動かせばいいんですか、うん、肩ですかって、肩ですかって、なんか肩のどっち、肩のどっち、そのどっち、どこ、両方じゃないですか、両方、はい、ってことはどこを中心に、肩と肩の真ん中はここ、そこやな、はい、ここを中心にちょっと回して、こうやな、はい、でちょっと開け回して、すごい両方やろ、結構そうやね、結構、うん、こういうの持って遠藤に親指をつけて左手で、ね、こうやって右手でパタッと、もう引っ掛けるのキュッと、で、だから真下向いてアドレス取って、ね、うん、倒してストロークしてちょっと上げてみる、はい、ストップ、そこまででさ、今ここまででこれ結構なロングバットやろ、はい、ここまでのここやろ、はい、本当のアドレスここや、はい、2センチぐらいしかこれで今で4センチぐらいね、動いた、はい、元々のアドレスのグリップの位置から言うと8センチぐらいな、はい、これで何センチ動いてるか、20センチぐらい動いてる、うん、そう、ヘッドのほぼ中心やからグリップ映像って大体ほんまに大体の距離やけど、大体ヘッドの動く量の半分ぐらいの、うん、それが半分以下ぐらいかな、そんなもんしか動くやん、それでストロークしてみる、そうそうそう、それが一番素直な、ヘッドをずっとまっすぐでできる、できない、できひんやろ、はい、無茶な動きせんなできひんこれ、はい、ここを中心に回したら、うん、これがさ、前傾が浅い人ほどこうなる、そう、そうなる、はいはい、これが前傾が深ければ深い人ほど、まあ、縦に近い人になるかな、うん、翔太郎の場合、ここを中心にこう振る打ち方じゃなくてこういう打ち方、うん、こういう打ち方して肩を縦にこうやって動かして、ここまで動かしてたらさ、はい、肩の動いている量と手の動いている量とヘッドで言うとこんなことあるよ、そうです、ね、強くならなります、うん、強いの嫌やな、はい、どうする、急ブレーキかけます、右手が動かない、そう、だから僕なるほど、そう、翔太郎が右手が動かなかった理由はもう一番がそこ、それがいい、意味わかる、はい、やってみやってみ、そう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 、いつものやつやってみ、あちらへどうぞみたいな話やってる一名様ご案内、あちらのお席へどうぞみたいなど真ん中に打つ人そんなおれへんから、ハンドファーストに、はい、ハンドファーストになった場合ちょっとこっち、はいはい、ここ中心でってなったらすごいインサイドだったんだろう、なります、なるよね、こうやって、はい、手元がこっちに行く分これをちょっとこっちにずらすとか、なんかいろいろ工夫は必要になってる、はい、このままで固めてまっすぐ振れる人もいるし、それは自分の位置は探していかなきゃいけないけど、手元が体の真ん中にあるとしてこっちにある人はそんなおらんわ、こっちにここがずれるとここが中心になる、そうやな、ですよ、基本的にね、なんかバスや、またこうでこうで、
分の一番まっすぐ振れる位置を探せばこうじゃない最近多いですこうやでしょこんな肩使ったり振れたらぜひおかしい着地違うねここにだけ着地しとくよこれだけでもめちゃくちゃうまないこれをやって自分の位置を見つける、うん、超いいやはい。だいぶ力が入る細かい位置とかそういうのはさすがにこの後ちょっと DD ゴルフモンスターズの方でもっとこう正しい手の位置とか見てていただいて力加減とかヘッドの正しい動きとかそういうのをちょっとやっていきたいと思いますので、ぜひまたそちらの方もチェックしていただければなと思います。YouTube の方は一応これで終わりたいと思いますので、はい、じゃあ、じゃあ、準備行きましょう。最後僕だじゃあ、もうだねいや、遅かったよ、そうだあら、お願いします。はい、どうぞ。チャンネル登録の方とグッドボタンよろしくお願いします。各種概要欄の方からですね、SNS のチェックの方よろしくお願いします。さよなら240ぐらいですか飛ぶようになって少なくても50はできました340ぐらい一番、はい、今日までで飛んだのがこれをやるだけで体重でもしっかりできるようになるからアーリーリリースにエネルギーをかかなくて飛距離が伸びるヘッドスピードが上がる素振りっていうのを、うん、ちょっと皆さんにお伝えしたいなとエネルギーを生むってことに全力フォーカスしてる、うんうんちょっと練習方法これ今スマッシュですかスマッシュはいはいはいほんまに初心者の人こそこう何やろアイアンで打ち込む練習終わったら次やってほしい練習でね、うん、先生が新しいの作ったかと思う違う違う違うこれから翔太郎ですってやるよ翔太郎です翔太郎ですもうあんちょっと俺の逆にすなもうお前翔太郎ですってやる翔太郎です何かも分かんないけど何かも分かんないこの先見た人しか分からへんじゃあお願いします翔太郎です翔太郎です